ゲオでは AMD の X86 アーキテクチャのマイクロプロセッサ主に組み込みシステム市場向けをターゲットとしている。名称のゲオでは英語で鉱物に空いた隙間や空洞、及びそれを含むラ銅石を意味する。ナショナルセミコンダクターが1999年にリリースしたのが始まりで、1997年に ナショナルセミコンダクターが買収したサイリックスのミダジックスを受け継いで開発されたものである。2003年8月にナショナルセミコンダクターの組み込み型のマイクロプロセッサの事業を AMD が買収した。その際に従来のミダジックス由来の製品のほか、AMD のアスロンベースの製品もネオでブランドで販売されている。もともとは第6世代に移行した。 サイリックスが主流から外れることとなった第5世代製品の CX5X86 を再利用し、1995年に研究発表を行い1997年に発売されたミダジックスに橋を発する。工場を持たない、いわゆるファブレスメーカーであるサイリックスは、当時ナショナルセミコンダクターに製造の委託を行っていた。 サイリックスワゴ GX86 をミダジックスに解消した後、業績不振などを理由に、サイリックス自身をナショナルセミコンダクターに見売りした。今まで薄利多売の製品を主流としていたナショナルセミコンダクターは、高収益が得られる可能性のある一方で、激しい市場を競争にさらされるデスクトップ、PC 向けプロセッサを避け、その製品であるミーなど、 ペンティアム2と競合関係にある CPU、開発部門をビアに売却した。残ったセットトップボックス向けの製品として、ミダジックスの販売を行い、後の製品でゲオデと解消した。ミダジックスの流れを組むゲオデは、IA-32 命令セットを採用しながら、プロセスルールの更新に後押しされ、消費電力と製造原価が低く抑えられた。 主に組み込み向けとなるプロセッサである。なお、その性能は、現在の PC やサーバー向けプロセッサと比較すると低い。Geo で NX を除く Geo での原型である m i d a クスの、さらに、ベースとなるのは、インテル社の Pentium5 巻、競合プロセッサである CX6X86 や CX5X86 であり、m i d a クスの性能は、 同等クロックのペンティアムプロセッサと一長一短あるが同程度であるため、現状のゲオでの性能もジョバデンクスを除き、単純な比較はできないが、ミダジックス、GXM の発展型に準ずるものである。なお、サイリックス 5X86、6X86 のアーキテクチャは、第5世代の X86 プロセッサである、ペンティアムと共通点が多く、また一部には、 第6世代であるペンティアムプロの要素も先取りしたものとなっている。その後、ナショナルセミコンダクターは、AMD がラインナップ拡充のために低消費電力の X86 プロセッサを必要としていたことから、ゲオデを AMD に売却した。初期のプロセッサでは、MMX や 3D Now などの深度に対応しなかったが、ミダジックスムからは MMX に対応し、 ゲオで GX 以降ではサンナオと MMX に対応している。ゲオで NX ではサンナオ、プロフェッショナル搭載により SSE にも対応している。一般的な IA-32 の CPU では別々のチップセットで提供される機能を1チップに統合している製品が存在することも大きな特徴である。新クライアントインターネットテレビや 組み込みシステムに最も適切な組み合わせであるとされる。さらにザ・チルドレンズマシンにゲオでのシリーズの一つである、ゲオで GX が使われている。その後、PC 向けプロセッサーが第7世代の K7 マイクロアーキテクチャから第8世代の K8 マイクロアーキテクチャに移行した後、製造がこなれて低消費電力化された。 ケーナのマイクロアーキテクチャ製品の GEO で NX も発売された。GEO で NX は、その実態は、サラブレッドコアのモバイルアスロンクスプエムと同一である。その後、組み込み向けの AMD フュージョン APU が発表され、GT16RAPU で GEO e NX を置き換えることになっている。GEO で GX サイリックスで開発されていた X86 互換 CPU。 ミダジックスを基本設計とした上で開発した製品。超低消費電力が特徴。製造技術はナショナルセミコンダクターに一度買収されたが、2006年現在ではアドバンストマイクロデバイセズがこの CPU 部門を買収して開発、販売を行っている。ゲオデシリーズは主に組み込み製品に用いられることが多かったが、 ワンラップトップパーチャイルドプロジェクトの100ドルノート、PC に搭載される CPU として採用された、ことで注目が集まっている。また、かつて歌手計算規制のノート PC、キャシャピア5シリーズでも使用されていた。GEO で LX800X86、アーキテクチャ互換 CPU。GEO でシリーズのミドルレンジグレード製品である。AMD 製品としては、 サイリックス社のミダジックスの流れを組むゲオで GX が存在するがあらゆる情報処理用途の電気製品に X86 アーキテクチャを使用できるようにするためさらに処理能力の高い極超低消費電力システムの組める CPU として開発された0.13マイクロメートルのプロセスルールで製造され動作電圧は1 2ト、 LX800 でチップ全体の TDP は平均値で 1.6W、最大で 2.4W。システムによっては放熱ファンなしで用いることができる。チップとしては CPU 部分とノースブリッジ、グラフィックが統合されており、CPU 部分のみの消費電力は LX800 で平均値で 0.9W とされている。DDR スタラム対応のメモリコントローラー、 2D グラフィック、PCI ブリッジなどの機能を1チップ内に統合されているが、ベッドサウスブリッジにあたる CS5536 コンパニオンチップが用意されている。OS は MS DOS、Windows、Linux などが動作する。Windows XP 上では Web ブラウズ、Office アプリケーションなどの通常用途では快適に利用できる。しかし、 超低消費電力を重視した CPU 性能が理由で 3D ゲーム動画閲覧など CPU パワーが必要な用途に手使うと処理落ちなどが発生するためその利用には支障が出やすい。また Windows Vista では内蔵 GPU の能力不足のため利用不可と言われる。なお、競合製品として v ア c 3 Intel Atom シリーズがある。上記の通り 新クライアント、機器組み込みがメインとなっており、今週間向け製品への適用例は少ない。2004年5月24日に発表された、ノートパソコン向け CPU、モバイルアスロン XPM をベースに、消費電力、発熱量を抑えたものである。266MHz FSB、128KB1 時、256KB2 時、キャッシュメモリを備え、 振動拡張命令セット3なお、プロフェッショナルや、省電力技術パワーなお、をサポート。対応ソケットはアスロンデュロンシリーズなどと同じ、ソケット AA。なお、マザーボードによっては、アスロン XPM と同様に、デュアルプロセッサー構成も可能である。GEO で NX ファミリーの、各製品には、モデルナンバーが与えられている。GEO で NX は、内部的には、 モバイルアスロン XPM の低電圧板に他ならないが、モバイルアスロン XPM のモデルナンバーとの共通性はない。事実上対抗製品となるビア C3 プロセッサを強く意識したものである。ちなみにこのモデルナンバーのアットの右側に付されている数字と W は消費電力を表す。ありがとうございます。